こんにちは。今週のパーツ紹介、僕の番です。今日僕が話そうかなと思っているのが、コグの話をしようかなと思います。ただ最初、あんまり、なんかね、感染者についてるのとかでいいかなと思う人も多分多いと思うんですよ。そこまで、パッと見た目に変わるところじゃないんで、違いがわかんないとかって思う人も多いと思うんですけど、結構、ここを変えるだけで、だいぶ自転車漕ぎやすくなったりとか、重さが変えれるんで、結構意識はしてもらいたいところですね。でそれで僕が今使ってる、実際に結構ずっと使ってるやつなんですけど、のメーカー、これユーロアジアっていうメーカーのコグですね。3種類あるんですけど、こっちが一番安いモデル、デラックスってモデルで、で次のこれがスーパースターっていう1個上のモデルです。でこれが一番上のモデルでゴールドメダルっていうモデルなんですけど、これはもうトラック競技とかでも使われるぐらい、結構選手が使うほどのクオリティのものなんですけど、作ってる国がアメリカ、ユーロアジアなのにアメリカっていう、ちょっとそこは分かんないんですけど、デラックスが鉄で、コーティングなしのやつですね。黒なんで、リーダーの黒に合わせて黒にしたいとかっていうだったらこれとかつけてもいいかなと思うんですけど、でこれの上何が違うのかって、このコーティングされてることによってチェーン離れがスムーズに行われる、引っかかりがなくスムーズに行われるので、チェーンなり音なりが静かになったりします。でそのもう一個上がこのコーティングの上に、さらにこの刃の部分にチタンコーティングしてるので、より硬くなって、でその分精度も上がってる、その工程が増えるんで、なんでより一層チェーンの音が静かになったり、ダイレクトにこうスムーズに走るようになってるんで、ここは最初にちゃんと入れといてほしいところですね。安いものを使うより、どうせしっかりしてるんで長く使うのを考えていいものを最初に入れてほしいです。金額はこっちが一番安いのが7400円、これが14000円、ちょっと高いんですけど、22000円。この差は高いか安いかは、ね、長く使えるんで、よく考えてほしいですけど、僕は安いかなと思います。ぜひ検討してください、この3つ。僕は以上です。